はい、どうも、ケンノスケです。今回、ちょっと、知り合いのおじさんからハマチをもらったんで、さばいていこうと思います。3キロぐらいですかね。まあ、手のひらぐらいの、あれはありますけど。ただ、ちょっと問題なのが、急遽撮影するっていうことで、包丁がないんですよ。これしか。まあ、ちょっと頑張っていこうかなと思います。このペティで。ではさばいていきます。鱗が取り終わりました。この時期のハマチなんですけど、あんまり脂がないっていうのと、ちょっとした寄生虫がいるんで、商品価値が落ちて、市場でも高く売れないんですよ。それで、今回いただくことになったんですけど、ちょっとミミズみたいなやついるんですよね。多分ここにあるのが、それが出ていった後だと思うんですけど、こういうとこですか。ただ、特に害はないので、取り除けば全然食えるかな。まあ、さばいていきます。まさかのびっくりで、キッチンペーパーがない。本当は水気をしっかり取った方がいいんですけど、まあいいでしょう。その辺は後で取るとします。
入れねえ。こんな感じ。だいぶ身が残りました。やっぱ慣れた場所で慣れた道具でやるのがいいっすね。
背中側は切り身にしました。腹側は、まあ、もう面倒だったんで、ぶつ切りにして、腹の尻尾側は、まあ、刺身で食えるでしょ。こんな感じで。